で体のコンプレックスとさよならしましょう。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。ほっこりお腹や太い二の腕、ほっちゃりした下半身が昔からコンプレックスなんてことないですか？そのままだといつまでも体型を隠すような服ばかり、これから一生おしゃれできないなんて絶対に嫌ですよね。そこで今回の動画では、痩せたい体のパーツ別1、二の腕、2、下半身、3、お腹周りに、ダイエット効果の高い飲み物を3つ紹介します。特に最後は女性にとって一番悩ましい体のパーツ第1位なので、最後までチェックしてくださいね。この動画をご覧いただくと、今までずっと気にしてきた体のコンプレックスから卒業して、体型を隠す服ではなく自分が着たい服を着ることができるので、ぜひ最後までご覧くださいね。本題に入る前に、今後もこのような情報を見逃さないためにチャンネル登録をよろしくお願いします。では早速、体のパーツ別痩せる飲み物を3つお伝えします。体のパーツ別痩せる飲み物、1つ目は二の腕を細くするハニーブッシュレモンティーです。昔のお気に入りのワンピースの袖が入らない、ノースリーブ着たいけど太い二の腕を見られたくない、なんて二の腕の悩みは尽きないですよね。二の腕が太くなるタイプの人は、年を重ねてホルモンバランスの乱れやストレスで脂質代謝が低下しています。すると脂肪を構成する水分や老廃物がたまって、筋肉の少ない二の腕にどんどん脂肪がつきます。このタイプの人は1、ホルモンバランス、2、ストレスケア、3、血の巡りを整えることが必要です。そこでハニーブッシュレモンティーの出番です。ハニーブッシュは植物性エストロゲンが含まれているので、イソフラボンがたっぷり、これがホルモンバランスを整えてくれます。またストレスでビタミン C が消費されると、体内に活性酸素がたまり血流が悪くなって太ります。ハニーブッシュレモンティーにはビタミン C がたっぷりなので血流が良くなって代謝がアップします。すると二の腕に溜まった脂肪や老廃物が取れて、ほっそりした二の腕になっていきます。今回はこちらのハニーブッシュレモンティー、私は特に生理前や生理中に飲んでホルモンバランスを整えています。他にも例えば、顔がカーッとのぼせて頭から滝のように汗かいたり、朝起きるのがつらい、食事の準備もできないなんてことないですか？こんな更年期の症状がある方は積極的に飲むといいですね。そんなハニーブッシュレモンティーの痩せる飲み方は、1日あたり1から2杯をホットで飲むといいです。また注意点として、妊娠中や授乳中すでに薬を服用している方は、念のため接種前に医師に相談してくださいね。ここまで二の腕を細くするハニーブッシュレモンティーの効果をお伝えしました。では次に、体のパーツ別痩せる飲み物を2つ目は、下半身がすっきりする黒豆ルイボスティーです。顔周りはすっきりして見えるのに、下半身はぽっちゃりしたまま、上下で服のサイズが合わなくて洋服選びが大変なんてお悩みはないですか？このように下半身がぽっちゃりタイプの人は、水分代謝が悪いので、余分な水分が重力で下に溜まって下半身にむくみが出ます。すると下半身に余分な脂肪がついてしまうんです。筋力が弱くて疲れやすい人に多いタイプです。このタイプの人は1、筋力アップ、2、水分代謝アップ、3、脂質代謝アップをしていくことが必要です。そこで黒豆ルイボスティーの出番です。黒豆で筋肉の元になるタンパク質を摂取しつつ、むくまないために水分代謝を上げるアントシアニンやカリウムを摂取できます。さらにルイボスティーで脂肪をガンガン燃やす酵素を取れば、下半身ぽっちゃりから卒業できます。今回はこちらの黒豆ルイボスティー、私はデスクワークが続いた時に飲んで下半身の巡りを良くしています。他にも例えば、上下でサイズが違うから職場の制服が下半身に合わせて腕がガバガバで困るなんてことないですか？こんな下半身がぽっちゃりな方には特におすすめです。そんな黒豆ルイボスティーの痩せる飲み方は、食前に1杯ホットで飲むといいです。また注意点として、特にルイボスティーを過剰摂取すると胃を痛めたり下痢の症状が出るリスクがあります。こんな症状が出た時は飲むのを控えてくださいね。ここまで下半身がすっきりする黒豆ルイボスティーの効果をお伝えしました。では最後に、体のパーツ別痩せる飲み物3つ目は、
ぽっこりお腹を解消する生姜ほうじ茶です。お腹周りの肉気浮き輪肉、これが邪魔して昔のスカートが入らないウエスト部分でお肉が乗っかってはみ出しているなんてことないですか。このようにぽっこりお腹になるタイプの人は食べ過ぎや間食が多くて代謝が追いつかず、お腹周りに脂肪がつくし、またこのタイプは胃腸の働きが悪いから便秘にもなりがちです。このタイプの人は1代謝アップ、2便秘解消、3脂肪の蓄積を抑えることが必要です。そこで生姜ほうじ茶の出番です。生姜の体を温める効果で基礎体温がアップします。すると代謝が上がるのでお腹周りの脂肪がガンガン燃えます。さらに生姜の殺菌効果が悪玉菌を抑えて善玉菌を元気にしてくれるので便秘改善につながります。さらにほうじ茶のお腹周りの内臓脂肪を減らす働きがあるカテキンを取ればぽっこりお腹から卒業できます。今回はこちらの生姜ほうじ茶、今暑い季節ですけど逆にクーラーで体がキンキンに冷えちゃうなんてことないですか。そんな時私は生姜ほうじ茶を飲んで体を温めて代謝が下がらないようにしています。他にも例えば夏に薄着になるとお腹周りが目立って恥ずかしいからチュニックなどでお腹周りを隠すような服ばかり着ているなんてことないですか。こんなお腹ぽっこりの方には特におすすめです。そんな生姜ほうじ茶の痩せる飲み方は天ぷらや唐揚げなど特に脂肪分の多い食事の時に一緒に飲むと脂肪の吸収が抑えられるのでおすすめです。目安は食中に1杯をホットで飲むといいです。また注意点としてコーヒーに比べると少ないですがほうじ茶にもカフェインが含まれています。飲みすぎると心拍数の増加、不眠のような症状を引き起こす可能性があります。なので夕食時や就寝前には飲まない方がいいです。ここまでぽっこりお腹を解消する生姜ほうじ茶の効果をお伝えしました。さあいかがでしたか。今回は体のパーツ別痩せる飲み物3選ということで無印で見つけたお茶をご紹介しました。例えばご自分で黒豆茶とルイボスティーを半々で割って飲んだり、ほうじ茶に生姜パウダーを入れてみたりなど、いろいろと組み合わせをアレンジしてみてくださいね。もちろんお伝えした飲み物だけで痩せるのではなく、腸内環境を整えるバランスの良い食事が取れていることが大前提ですが、年を重ねると筋肉量の低下や女性ホルモンの分泌低下により太りやすくなります。なので若い頃に比べてより具体的な部分にアプローチしたダイエット効果の高い飲み物を選んでいくことが大切です。今回お伝えしたことをぜひ実践していただいて、体型を隠す服ではなく自分が着たい服を着ておしゃれを楽しんでいきましょう。そして今後リバウンドなしで人生最後のダイエットにしたいという方は私の公式 LINE がおすすめです。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプがわかるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。今回のまとめです。体のパーツ別痩せる飲み物3つは、1二の腕を細くするハニーブッシュレモンティー、2下半身がすっきりする黒豆ルイボスティー、3ぽっこりお腹を解消する生姜ほうじ茶でした。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体制と生まれ変わるための役立つ情報をお伝えしますので、今のうちにチャンネル登録とベルマークのクリックをよろしくお願いします。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねやコメントをお願いします。また質問には私がお返事しますね。ぜひ繰り返しご覧いただきお役立てください。それでは今回も最後まで見てくださりありがとうございました。